こんにちは、ミスターまゆめさん。この度は本当にありがとうございます。私の方もね、子供が生まれまして本当に嬉しいなというところでございますけども、今回ね、 YouTube、 YouTuber ってのは何をする仕事なのかってことをこういう側面で、お話してみようかと思います。それはですね、 YouTuber というのは人の喜ぶ発信をする職業なんではないかなと思います。以前は私はね、情報発信者っていうのはコンテンツ提供業というふうな括りを持っていましたけども、 YouTuber に限ってやると人の喜ぶこと、人を励ますこと、人が嬉しいなと思うこと、こういうことを発信し続けることなのかなという切り口もあるんではないかなと思います。今回私の方には、大和くんっていうね、子供の誕生があったわけですけども、早速花屋龍馬さんっていう方がね、私へのお祝いのメッセージを取ってくださいました。これもだから YouTube を使って自分の思う人に喜び、そういったお祝いを伝えるために YouTube を使ったわけなんですけども、今回ミスターまゆめさんが体験されたことも多分ね、そういうことがあるんではないかなと思いますね。ある有名 YouTuber の方が、ミスターまゆめさんが喜ぶことを気軽にやってくれると、まさにユーチューバーだなと思いますよね。そういうふうに世のため、人のため、みんなが喜ぶことを見て自分も嬉しいなと思える、充実感を得る、これがユーチューバーの仕事といえば仕事なのかなと思います。これからもね、人の喜びっていうのは YouTube の再生回数やチャンネル登録者数に比例する部分があると思いますんで、これは喜んでいただいたんだなと、これは誰かの役に立ったんだなってことを確かめながら1再生1再生を確認したいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。ミスターまゆめさん、ありがとうございます。